西国街道、芥川はじめ里塚は、大阪府高月市、芥川町に残る一里塚で、大阪府指定史跡に指定されている。芥川はじめ里塚は、かつて西国街道の宿場、芥川塾の街道を挟んだ、東西入り口の両側にあったが、現在は、東側だけが残っている。一里塚にある祠、こ人者には、奥津姫命、上山姫命、 家具土の神が祀られており、もともとは、時間の寺に祀られていたが、明治時代の神社整理令で悪刀神社に合祀された。しかし、地元の数計が高く、1926年3月に、元の社地近くの一里塚に戻された。旧三島郡内の一里塚は、芥川のほか梶原、太大田の3か所にあったが、芥川の一里塚以外は失われている。 西国街道は、淀川の水上交通とともに、山城国と摂津国を結ぶ重要な交通路であった。江戸時代には、山崎通と呼ばれ、京都の山崎塾と西宮塾を結ぶ、脇街道として、西国大名の参勤交代のほか多くの人々が往来した。その経由地である芥川は、12世紀頃には、 宿駅として成立しており、14世紀には石書である、皇室両立文書が置かれ、16世紀初めに、芥川の北高に築かれた、芥川山城は官僚細川市の摂津支配の拠点として機能し、17世紀初めには、徳川幕府による宿場町として、参勤交代のための本陣や天馬などの他多くの、旗子が、芥川はじめ里塚跡より、西側、 アクタ川橋までの約400メートルのうちに設けられた、アクタ川塾に関するカテゴリー、ありがとうございます。